始まりました。ブックマちゃん、どうもアクニャンです。どうもみんなこれまるです。どうも中根さんです。この番組は本日に出過ぎがあっておしゃべりしちゃう番組です。今日僕が紹介します。アクニャンの回だ。今回ご紹介する本はマガジンハウスから古市のりとしさんのアスクミーホワイです。ブックマちゃん、僕も古市さんがもう本当に大好きで。そうなんだ。なんで意外、面白くない？だってさ、コメンテーターでさ、今夜はなんか日本ワールドカップですねみたいな、サッカーどう思いますかみたいな、あ、絶対見ませんとか言うんですその曲で放送するんだよ、その夜に。やば、まあ、社会学者でひねくれ者みたいな感じのイメージがすごい強いんだけど、最近結構本がね、調子よくて、そうね、芥川賞の候補作になったりとか。誰の目線で言ってんだよ、調子よくてって。そうなんだ。そうやばいな。でも2作連続でよ、芥川賞。すごいね。でそんな古市さんが今回書かれた本なんですけど、ブックマ。でもこれなんかさ、ちょっとお尻とか見えちゃってるよ。男性と男性のお話なんですよ。あらあら、今回古市さんから想像できないかもです。あ、そうちょっとなんかそうわかる、うん、でもね、若干やっぱこのひねくれというか、うん、すれ違いというか、うん、一筋縄ではいかない感じっていうのはなんか味として出ていて、うん、これ帯を乃木坂の高山さんとリリー・フランキーさんが書いてるんだけど、二人とも青いって言って表現してるの、この作品を。ほー、引っ張られてじゃないの、表紙に。いやー、これね、青いよ、本当に。先入観で言うなよ。これが赤でも青い？うん、なんかね、明け方のシーンが多いの、うん、あれね、それがこう、あれね、いわゆる青春ポカリスエットみたいな青じゃなくて、うん、でしかもそう思わせるのがこれね、舞台が外国なんですよ。そうなんだ。アムステルダムのオランダのお話で、でも日本人がそのオランダ、アットオランダで繰り広げるお話で、うん、ちょっと異国情緒がずっとあって、そこもね、またいいんだよ。ブックマ。主人公はヤマト君っていう自称一般の人みたいな、うん、あんまり意味もなくアムステルダムに来て過ごしてみたいな、うんうん、まあ、ある日そのミナト君っていう男の子に出会うんですよ、うん、なんか名前も青いね。あ、たさんずいついてるしね、うん、でミナト君をヤマト君は知ってて、うんうん、あ、みたいな。なんで知ってんの？湊君っていう人はですね、芸能人なんですよ。はぁ、日本のその携帯会社の CM とかもやるような、めちゃくちゃ有名な芸能人、うん、星颯太みたいな感じだ。あ、これちょっと話しますね。で、その彼がなぜアムステルダムに来たかというと、うん、薬をやってるところを週刊誌に取られて、はい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 、芸能界から追放されてしまう、うんうん、いろんな国を転々としてる中で、まあ、アムステルダムにたまたまこう行き着いてみたいな、うんうん、で、その誰だっていう話になって、私はずっと真剣佑として呼んでたの。あー、新田真剣佑さん、うんうん、でもその薬物で芸能界を追放されたっていう瞬間に、うん、なんですよこれ。やばー、なんだ。作品のね、冒頭がね、人っていつもニュース見てるけど、うん、ニュースに続きがないぞと、うんうん、悪質タックルをしたアメフト選手がその後どうなったかとか書いてないし、うんうん、でその中でやっぱその薬に手を出して芸能界を追放された役者についてもみんなその後知らないよねみたいな、うんうん、でその後について書かれてるみたいな。ちょっとやらしいね、やっぱなんか目つけるところというか。そうなんだよ。で、分かった分かったわ、ぽいわ。めちゃくちゃやらしいのがこれ最後さ、オチがね、256ページ目で終わるじゃん。え、言っちゃうの？言っていいの？で、最後の、うん、ページをめくると本作品はフィクションですよ。やば、しかも真ん中にこれだけ文章。これはフィクションだからねっていうので終わるんだけど、いや、めっちゃおもろいじゃんこれ。やっぱちょっとね、リンクしてんだよ、その現実世界のお話というか、うんうんうん、そういう風に考えて、社会学者だからね、うん、彼も生きてたのかなとか。でもこれ、ママとうちらは罠にハマってんだろうね、この作詞にね。で、そこがもう超面白いね、やっぱおもろいよね、おもろいもん、聞いてる実話っぽくねみたいなの感じとか、うん、ブックマ。このヤマト君っていう一般的な主人公と、うんうん、そのミナト君っていう超ゴリゴリの芸能人、うん、このさ、芸能人と一般人の恋愛ってよくない？この物語って。そもそもヤマト君はもう普通に狭い家で住んでるから、このミナト君についていけないんだよ、うまく、うん、そうだよね、恥ずかしいだろうしね、自分の家とか呼ぶのも。で、みんながこうさ、うん、集まるパーティーとかでもやっぱこううまくさ、できないよ、いけないんだよ、うん、で、しかも別にヤマト君は男性が好きなわけでもなくて、うんうんうん、ノーマルなんだ。直前まで女性と付き合ったりとか、うんうん、でもなんか知んないけど、このミナト君の奔放さとか、はい、薬をやって芸能界追い出されたけど、うん、あんま気にしてないように見える感じ、うん、とかにどん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 惹かれていって、うん、でもミナト君はやっぱこのヤマト君が別にゲイじゃないから、うんうん、手を出さずにいるみたいな描写とかもあって、うんうん、ある日ちょっと事件があるんだけど、これちょっと読んでほしいんだけど。教えてよ。やっぱこう、ミナト君とヤマト君が付き合うわけじゃないからさ、ミナト君もミナト君でさ、恋人作ったりとかさ、他の男の子とやっちゃったりするわけよ、うんうん、で、それに対してこうさ、ヤマト君もちょっとモヤモヤするけど、ね、別に自分は付き合いたいわけでもないしなみたいな、なんでモヤモヤしてんだろうみたいな、そうっていう、このなんか絶妙な感じがもうずーっと描かれてるみたいな。ブックマ。
が薬の描写が結構多くて、で参考文献にもその薬の本がいっぱいあるんだけど、オランダ自体がすごい緩いんだって。みんな普通にバイバイしてたりとか、うんうん、ちょっと合法的な感じだったりとかして、うんうん、湊くんはもう薬をみんなでやるパーティーとか開いちゃう感じなので、うわー、じゃあやめてはないんだ全然。そう、やめられなくて、でもそれもやっぱ湊くんもすごいストレス社会に生きてるわけじゃん、芸能界っていう。もう逃げ場がなかった、で手を出さずにはいられなかったみたいな、そこの人の弱さみたいなのが後半描かれてて、でも大和くんと出会ってから使わなくなってくんですよ、その薬を。やば、でも別に恋人の関係ではないでしょ。そうなんですよ。なんだよそれは、ゴリエモイ、ゴリエモイね、ゴリエモイ。結局なんか男と女では解決できないことがあるんですよね、そういう恋人みたいな、こうラブだけじゃなくてさ、なんとも言えない関係で、なんかこう強いつながりというか。そうそうそう。でまあ最後の最後でちょっとまあお決まりかもしれませんが、もしかしたら離れちゃうかもみたいな、わー、描写が分かっててもうってなるやつね、最後出てきて、その後どうなるかっていう。ビッグマ、好きな芸能人とかにもさ、会えようと思えば会えるじゃん、この世界って。まあまあ、頑張ったらね、まあ、頑張ればね頑張ったらね、コネというコネをね。そうよ、なんかその芸能人と芸能人じゃない人のこの物語っていうのがもう個人的に超楽しかったよ。確かに。だってみなとくん有名だからさ、やっぱ日本の観光客とかがいると、うん、あ、みなとくんだみたいなの、で、まとくんはちなんか、あ、俺が横にいていいのかなみたいな。かわいい。やっぱ主軸にあるのは何、恋愛なの、なんなの、恋愛な、なんなん、恋愛なんじゃない、人間愛なのかな、恋愛なのかな。でも聞いてると2人は結ばれそうで結ばれなさそうで結ばれそうでみたいな感じなんですよ。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。なんか BL ではない感じがすごい好き。あ、ね、そうなんだ、そこまでこう、いい、ね、がっつりではないんだ、うん、いわゆる BL が別に好きじゃないですって人も読める。うん、読めるんじゃない、なんか邦画っぽいよ、めちゃくちゃ。古市さんが書いてるってのは余計面白くない。てか たまに古市さんの顔ちらつくもん。そうだ、古市さんこれどういう顔で描いてんだろう、ね、確かに想像がつかないよね。ということで今回はマガジンハウスから古市のりとしさんのアスクミーホワイをご紹介しました。この動画を見た感想や、本を読んでみた感想など、リクエストもお待ちしております。ぜひ、こちらのコメント欄までお待ちしております。いたします。そしてこの動画がいいと思った方、本を読んでみたいと思った方、ぜひ高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。どっちもチューすんの。あ、なるほどね。で、大和くんなんか、へっへっへっみたいになっちゃう。なんだこれは、怖いんだ。で、あれがなんか忘れられないみたいな感じで、また会いたいかもみたいな。やらしい本だ。やらしいわ。